はい、どうも、ジェリーです。運営さんやってますね、これは。完全にやってます。ではね、新イベント情報を見ていきましょう。こちら、予告イベント、僕たちの生存逃避ということで、バナーがかっこよすぎる。なんすかこれ、めちゃめちゃかっこいいし、なんかタイトルもさ、生存逃避って、もういろいろ想像できてえぐいですよね。まずは公式の説明文読んでいきましょう。ニーゴでの活動が制限されつつある真冬のためにできることはないかと模索する奏たち。その中で水木は真冬の心が落ち着けるよう一緒に作業ができる時間を作ろうとするがということで、これがですね、まあ、一緒にその時間を作るって言ったところで、この生存逃避、生きるために逃げる、これはどっちなんだろうね。物理的に家から逃げる方なのか、それとも音楽に逃げる的な意味なのか、まあ、その辺とかも踏まえて今回かなりストーリー的に重要な部分になってくると思います。多分ね、次の真冬ちゃんバナでネクスト演出も来ると思うんで、まあ、それを踏まえて今回のストーリーぜひ皆さん読んでください。それではイベントの詳細確認していきましょう。まず開催期間が4月30日15時から5月9日20時59分までということで、今回イベント期間長めなんですが、がっつりゴールデンウィークと被っております。イベランする方は頑張ってください。多分ボーダーえぐいです。そして今回チアフルということで、テーマが放課後みんなで行くならどっち、ファミレスとカラオケっていった感じに分かれております。皆さんね、ぜひ好きなグループ入っちゃってください。さあ、そして肝心のイベントボーナスですね。タイプボーナスがクールタイプ、キャラクターボーナスがニーゴのメンバー全員となっております。そしてメンバーボーナス、星音メンバーですね。僕だから言えること、秋山瑞希、立たれていく道、朝日奈真冬、考え方を変えて巡り出るか。もうね、これやばいですよ。もうここだけでいろんな想像ができる。僕だから言えること、秋山瑞希ちゃん、これもまさになんか一番最初のユニットストーリーとかぐらいの話から回収されそうな気もするんですけど、やっぱね、瑞希ちゃんっていうキャラクターは、まあ、いろんなこう障害に当たってきたキャラクターなんですよね。そんなキャラクターが真冬ちゃんに対してどういったセリフを、どういったことを伝えるのか、こう真冬ちゃんに逃げ道を作ってあげる、この瑞希ちゃん、今回ストーリーでとても重要な役割を持つと思います。そして立たれていく道、朝日奈真冬、立たれていく道っていうのは、これはニーゴでの活動についてを言っているのか、それとも将来についての話をしているのか、その辺が気になりますね。そして考え方を変えて巡りねるか、これに関しては真冬ちゃんへのセリフになるのかなというふうに思います。まあ、前回ね、ニーゴカイタさんが真冬ちゃんにいろいろ言ってたんですけど、まあ、ルカさんもこう、壊すみたいなね、今の現状を変えていく方針のキャラクターなんで、まあ、その辺でね、真冬ちゃん、また水木ちゃんとかに向かっていろんなことを言いそうな感じがします。はい、めっちゃ楽しみです。さあ、ではね、編成の方を見ていくんですけど、ちょっとこちら見てください。ジールさんの編成、種さえあれば36番です。めちゃめちゃ強い編成ですね。まあ、実際はガチャ引くんで、ちょっとキャラクター変わるかなと思うんですけど、今回イベントボーナスはいつも通り既存メンバーで 250%、報酬のみでも 250% 組むことができますが、今回星3メンバー少し少なめですね。ちょっとね、星4メンバーはたくさんいます。で、ピックアップ込みの 310%、最大 385% のイベントボーナスのイベントとなります。さあ、ではメンバー見ていきましょう。報酬メンバーについてはここに出ているメンバーで全てです。で、星4がね、今回かなり多いです。まずはマリオネットイベントの時の真冬ちゃん、かなでちゃん、みくちゃん。夏祭りイベントのえななん。空白イベントのえななん、かなでちゃん、りんちゃん。体育祭イベントのみずきちゃん。迷い子イベントの真冬ちゃん、みずきちゃん、れんくん。バレンタインイベントの限定かなでちゃん。といった感じで、今回ね、クール工場の2位5箱イベント3回行われているんで、合計9人のメンバーがいるんですよね。この9人プラス他にもね、今後イベントからもメンバーがいるので、かなり星音メンバーとしては多いです。まあ、なんでこれまで2位5のガチャ引いてる方だったら比較的編成組みやすいかなと思います。ぜひね、皆さんボーナス稼いで、イベランしてみてください。はい、ということで今回は C イベントについて見ていきました。いやー、もうね、いろいろ熱いちょっと怖いっていうところもあるんですけど、まあ、これまでの展開、そしてね、3周年前にネクスト演出が来るだろう、お話がね、ある程度まとめられるっていうことを考えると、ここが多分起承転結の天の部分なんですよね。って考えるとマジでもう本当に楽しみで楽しみで仕方がありません。
かもこの前登場したみずきちゃんのお姉ちゃんも出てくる可能性ありますからね。いやーたまんない。また今回はルカさんが限定で出るということで 150% スキルとなります。イベランする方、あと今後のイベラン考えている方はね、ぜひぜひ確保するようにしてください。ジエルさんは今回真冬ちゃん、みずきちゃん、ルカさん全員出るまで引きます。はい、クリスタルも6番あります。対戦よろしくお願いします。といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。